CST ウェビナーシリーズ免疫組織化学染色の基礎第4回検出脱水封入及び観察こんにちはセルシグナリングテクノロジージャパン株式会社テクニカルサポートです前回のウェビナーでは免疫染色のステップについてお話ししました第4回の今回は検出から観察までのステップについてお話ししたいと思います 今回ご紹介するのは、免疫組織化学染色の11の基本手順のうち8番目以降のステップになります。免疫組織化学染色では、二次抗体、あるいはその複合体に結合した酵素を基質と反応させて、発色性の反応物を沈着させることでシグナルを検出します。この際に、シグナルを増幅させる方法として、アビジン、ビオチン複合体を利用した ABC システムと、 ポリマーベースのシステムの2種類が広く用いられています。ABC システムは、アビジンとビオチンの親和性を利用した方法で、一つのアビジン分子が複数のビオチン分子と結合することを利用して、シグナルを増幅させます。まず、ビオチン化された二次抗体を反応させた後、アビジンとビオチン化酵素の複合体を点加するという2段階のステップを経ることにより、大型のアビジン、ビオチン、 高素複合体を形成させます。ABC システムは古くから使われている方法ですが、組織内の内因性ビオチンに対してもアビジンが結合してしまい、バックグラウンド染色が高くなりやすい傾向があります。一方、ポリマーベースのシステムでは、デキストリンやアミノ酸などの骨格に、多数の二次抗体と HRP が直接結合しているポリマーを反応させます。これにより、 反応は1回のステップで済み、内因性病診の問題も回避することができます。検出感度も ABC システムよりも数倍高いことが分かっています。セルシグナリングテクノロジー社の社内試験では、ポリマーベースのシステムを採用したシグナルステインブースト IHC ディテクションリエージェントを使用しています。お使いの一時抗体の宿主に適合した検出試薬を選択し、 それぞれのシステムに適した方法で反応を行ってください。ここで2つの検出方法を実際のデータで比較してみましょう。スライドに示しました染色像は、ソックス2コーターについて ABC システムとポリマーベースのシステムであるシグナルステインブースト IHC ディテクションリエージェントで検出した結果を比較したデータとなります。左側の ABC システムと比べて、右側のシグナルステインブーストを使用した場合に、 より強いシグナルが観察されています。二つ前のスライドでもご説明しましたように、ABC システムを用いた検出を行う場合、組織に内在するビオチンに対してアビジンが反応してしまうことにより、一食い的シグナルが上昇する傾向があります。そのため、肝臓や腎臓など、内因性のビオチンレベルが高い組織を染色される場合には、ポリマーベースの検出システムのご使用をお勧めします。 やむを得ず ABC ベースの検出システムをご使用される場合には、ブロッキングと一次抗体反応の間に、ビオチンのブロッキングを行うことで、SN 比を改善することが可能です。<laughs> 二次抗体反応の終わったサンプルは、TBST で5分間、3回洗浄を行ってください。その後、酵素反応による検出を行います。HRP ベースの検出システムの場合、 ダブと呼ばれる茶色に発色する気質がよく用いられます。気質をスライドに加えたら、発色の程度を注意深く観察し、適切な染色レベルになったら、反応をストップさせるために、スライドを生成水に浸します。通常、1から10分間で適切な染色強度となります。なお、同じダブであっても、メーカーによって染色強度に違いが生じることがありますので、ご注意ください。 課題に示しました染色像は、セルシグナリングテクノロジー社のダブと他社のダブを比較した実験データとなりますが、メーカーによって結果が異なることがわかります。免疫組織化学染色で二重染色を行う場合は、標識構素として HRP を用いたシステムに AP を用いたシステムを組み合わせることが一般的です。スライドでは、ビブラントレッドという赤色の AP 機質を、 HRP 機質であるダブと組み合わせることにより、2種類のタンパク質を同じスライド上で染め分けています。発色の終わったサンプルは、細胞や組織の構造を分かりやすくするために、核の対染色を行う場合が多いと思います。左側の表に代表的な対比染色試薬を示しました。セルシグナリングテクノロジー社の社内試験では、核が青色に染色されるヘマトキシリンを使用しています。 詳しい使用方法については、製品ページ、またはデータシートをご参照ください。対比染色の終わったサンプルは、封入剤を乗せ、カバースリップで封入します。発色機質には水溶性のものと、非水溶性のものがあります。水や有機オーバーに対する発色機質の溶解性に応じて、封入剤を選択することが重要です。これにより、発色機質が封入剤中に溶け出して、 シグナルが失われるのを防ぐことができます。スライドに代表的な発色機質とそれぞれに適した封入剤の性質をまとめました。なお、染色の終わったスライドは水分を含みますので、非水溶性の封入剤を使用する場合は、スライド下段に示しました手順に沿って、エタノール、キシレンで脱水してから封入する必要があります。最後に、各ステップで使用する主薬が、 染色性に与える影響について検証した結果をご紹介したいと思います。スライドに示しました染色像は PLK1 抗体の社内試験の結果です。一番左端のデータでは抗体希釈液に5%正常やぎ結成 TBST。検出は ABC システム。発色機質はノバレットを使用しています。この条件ではシグナルは全く観察されませんでした。抗体希釈液を シグナルステイン、アンティボディ大流ンとに変更すると、わずかにシグナルが観察されるようになりました。さらに、ポリマーベースの検出システムである、シグナルステインブースト IHC ディテクションリエージェントを使用することで、シグナルが改善し、最終的に発色機質をダブに変更することで、非常に強い染色像が得られるようになりました。この条件検討の過程で、一次抗体の希釈率は全く変更していません。 これらのことからも使用する試薬の最適化が免疫組織化学染色の染色結果に大きな影響を与えることがお分かりいただけるかと思います。以上が検出から封入までのステップのノウハウとなります。本ウェビナーについてご質問がございましたら、ぜひ専用のお問い合わせフォームからお問い合わせください。また、右下の QR コードをスキャンしていただくとテクニカルサポートページにアクセスいただけますので、 こちらも合わせてご利用ください。それではまた次回のウェビナーでお会いしましょう。